策を急げ。敵襲ここから行けるか。さっさと支度しろ。砲撃しようあの女どこへ行った。
シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。武をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手にしゃべるんじゃないよ、うん、よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。家畜ってのは従順に飼われていればいい。Ah!
つはどこだ。何度も言わせるな。
たかがベアラーごときに、この私がなぜだ、様ごときに選ばれし私がなぜ。お前には分からんかもな。自分を持ってるやつは強いんだ。黙れ、くたばり損ないが。日の富なんとはどこだ、この砦のどこにいる。なんだお前は、何なんだ。しっかりしろ。くそったれ。なぜ。そんな、ガルーダ。一体何があった。ガルーダ、返せ、返せ。姉さん。こんな、ガルーダがあいつに。違う、これは私じゃない。姉さん、俺を見ろ、頼む、しっかりしてくれ。どうなってやがる。まさかお前、ガルーダの力を吸収したのか。どうやって。まずいぞ、ベアラーたちが無事だといいが。クライブ、とっととここを出るぞ。このままじゃ丸焼きになっちまう。今は自分が生き延びることを考えるんだ。また機会はある。今のは。ご指示の通り騒ぎを起こしました。ベアラーたちも無事外へ。さあ我々も。ああ、夜が明けちまったか。この騒ぎでザンブレク兵どもが集まってきてる。面倒なことになりそうだ。ひとまずこの場を離れるぞ。いいな。わかった。
しかしドミナントから力を吸収するなんて見たことも聞いたこともない。俺にもわからない。だが確かに感じるんだ。俺は奴の召喚獣ガルーダの力を使うことができる。奪った力を自分のものとして使うことができる。一体どんな手だ。待て、俺だよ。なんだガブ、驚かせるんじゃない。驚いたのはこっちだぜ。まったく派手にやりやがって。こっち。それじゃあベアラーたちを逃がしたのはシドじゃないってのか。ああ、
俺もクライブもそれどころじゃなかったからな。みんながうまく逃げたならそれでよしとしよう。よく誘導してくれた。いや、自分の仕事をしただけさ。それで火のドミナントは？きっとヤツもまだ生きてる。なあ、俺が探すよ。どうした？弟の仇ってのを聞いちまったからな。あんたの気持ちはわかるよ。俺の家族もザンブレク兵にやられた。カブ、じゃあな、兄弟。調子のいいやつだぜ。私の力が。姉さん、しっかりしろ。大丈夫だ。私はどうすれば、どうすれば。街道までどれくらいだ？ここからじゃまだしばらくかかるぞ。きっとバルナバス様にも捨てられる。どうすれば、どうすればいい。姉さん、冗談だ。こいつはきっと高く売れるぞ。でも売り飛ばす前にちゃんと中身を調べておかねえとな。やめろ。大丈夫だ。さあ帰ろう。なあシドルファス、お前を信じなかったからなのか。シド、お前も感じたか。ガルーダ、あれは。どんどんでかくなってる。辺り一帯が巻き込まれるぞ。このままじゃ。俺は行く。何だと。声が聞こえた。誰かが呼んでる。勘違いした。これ一体何のツケだ。どうなっても知らねえぞ。
流行るなよ、ただの竜巻じゃない。あの中には召喚獣ガルーダがいる。おそらくあの竜巻は召喚獣の暴走、己を失ってしまったドミナントの末路なんだ。だとしても逃げるつもりはない。俺を呼んでいる。暴走の影響だったのか。
リバイアさん。
やつだ。やつが火のドミナントだ。あいつが火のドミナント。13年前のあの日、俺はやつを見た。あの姿を忘れるものか。ダメ！シド！問題ない。トルガルもこっちだ。目の前に仇がいるんだろ。こっちのことはいい。行け。シド！すまない。
この化け物め。くそ、こんなところで、こんなところで死ねるか。
クライブだ。楽しくなったか。なんて力だ。クライブ。ずっと追ってきた仇が自分自身だったとは。わけがわからねえよ。なぜバルナバスを信じた？ベーナ、お前の望みじゃないだろう、こんなの。国王が自ら出てくるとは。ご出陣なさいますか、リオン様。もちろんだ。どうかご分を。Thank you.
タイの再編を。直ちに。ディオン様。不穏分子が北部の難民に紛れたのでしょう。コートでは被害が。父上、進行はどうされた？はい、つがなく。ですが、その対応に追われ、こちらへの増援は見込めません。問題ない。進行がご無事なら、それでよい。余がなぎ払えば済むことだ。出るぞ。俺が助手を。ようやくお目覚めか。まったく驚かされた。ガルーダの力を吸収した上にお前が火のドミナントとはな。ほんと見てて飽きねえよ。殺してくれ。俺がやったんだ。俺が殺したんだ。俺がジョシュアを殺したんだ。なのに俺はノーノーと生きて。頼む、俺を殺してくれ。殺せ、早く。死にたければいつでも殺してやる。だがな、ここにいる以上は俺の言うことを聞いてもらう。うちにはふぬけを養う余裕なんてないんだ。せいぜい役に立ってもらうぞ。服を着ろ。裸を見る趣味はない。それを着たら広間に来い。俺に何をしろと言うんだ。広間に来いと言ってたな。あんた、もう出歩いていいのかい？手短にな。何を作る？こいつなら敵なしだ。大事に使えよ。こいつなら敵なしだ。素材が足りねえみてえだな。大事に使えよ。こいつなら敵なしだ。
素材が揃ってねえみてえだ。よし、できたぜ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。またな。いらっしゃい。さあ、見ていきな。持ってきな。いい選択だ。持ってきな。ちょうどいただくよ。持ってきな。いい選択だ。持ってきな。ちょうどいただくよ。選択だ。もういいのかい。おう、どうした。何を作る。大事に使えよ。よし、できたぜ。素材が足りねえみてえだな。どんな敵とも戦えるぜ。
またな。ウォールードとザンブレクの戦だが、双方の召喚獣が出たってな。地形が変わるほどの激戦になったらしい。ひでえ面だな、クライブ。裸じゃないのがせめてもの救いか。黙れ。言い返す気力が残ってるならそれでいい。これからガブと合流する。奴が誰を探してるのか忘れたわけじゃないだろう。それはお前がへばってる間に奴から知らせが来た。火のドミナントに関して何かしら動きがあったようだ。お前のためにガブは危ない橋を渡ってる。関係ないとは言わせねえぞ。合流場所はキングスフォールだ。支度をしたらすぐに出るからな。